第92回のピンクイルークミュージック漫談家の町浦ピンクですということでございまして、えー、本日ですね、えー、国臭いが久しぶりですよね神保町落語カフェさんで行われるんですけどその前の時間を利用してですね、えー、会場の方がですね、とってもいいよと言ってくださってご好意で撮らせていただいております今ちょっと会場を作っていただいてまして臨場感の中、えー、ピューミを撮らせてもらうということでございましてまあ ちくにくさいの前に撮るのもちょっと緊張するんやけどなんかいい,いい具合にさ、はい、こうウォーミングアップじゃないんやけれどもなんかこう喋る、はいうん、なんかこうい,いいのよこのくにくさいの前に喋るっていうのが、うん、とてもあのいい感じでやれるんじゃないかなということでですね、うん、僕はあの2012年2013年の初めとかからずっとくにくさい出させていただいてるんですけど僕出させてもらえるようになって。 で、ほとなくしてもう落語カフェさんとかね、新宿のあのレフからさんとかでやらしてもらうっていう流れになってはい、はい、めちゃくちゃ来てたんですよね、もう月1ではいうん、いいですよね、本当にうーんあの、この落語カフェだけが後ろにこう、芸人さんが見ている中やるっていうねはいはいはい特別な会場なんですよそうですね他は大概こう、後ろにいることはないんですけども、えー、いらっしゃる中やらなあかんからなんかちょっと 緊張がその 2, 倍ぐらいいいいい増すっていうか会場でございます、ねまあでもあのちょっとですね僕最近ちょっとニュースといいますかあの音楽雑誌の方にですね、はい、ちょっと取り上げていただきまして<ー>というのもまあ自分一人の力じゃまあ無理なわけですけどあのスカートの澤部さんはい、はい、ツーマンをね去年今年とやらせてもらってるあのスカートの澤部さんと2人で表紙を 飾ららてもらいましたそれがあの CD ジャーナルというですね僕と誕生日が同じ1985年から初で創刊の<ー>もう歴史が同じ CD ジャーナルさんという雑誌の表紙ですよ。す、はい、すごいす、ね、いでねやありがたいことで,ほんでまあ中にこうインタビューとかで二人でこう対談してる模様とかも載っけていただいたりとかして<ー>で、まあ、それだけでもめちゃくちゃ嬉しい。で 前にもね僕「教師平成」という、まあ、ポッドキャストやっててそれが書籍化するという話はしたんですけどもそれもまあ CD ジャーナルささんんでで出させてもらうんですよ、はい、でそれをこう先駆けてちょっとこう載せてもらうということで,はい、はい、でなんとすごいのがですねあのその中で特集されてるメンバーの中に、えー、モーニング娘24<ー>さん今24と書い24さんもいらっしゃるということで、はいはい、まあ3っていうね つけるのも、俺はちょっとなんか変な感じなんやけどでもお会いしたことがないからまたその今のメンバーにはあの初期メンバーをになる予定だったんですよね。でその一応その初期の5人とはだいぶ仲いいまあいがみ合った時期もあったんやけれども。 だいぶ人となりは知っってるかから今の24さんんに伝えたかってんけど最初はやっぱり立ち上げのメンバーってこうやったよっていうのを今ゥーフォーさんのメンバーに伝えたかったけど現場が違ってたから <laughs> <laughs> あのそうなんですよで僕もやっぱ伝えたいやそうだったんですよって「SOSOS 先生」っていう人がいてその先生が僕のことを入れたいってなってでもツンクさんとバチバチになってツンクさんが「まあ OS 先生」普通に芝居たから。 さんがしいたことと俺の加入もなくなってるみたいな経緯も全部説明したかっいうでも R−1 でその話事実としてまあやらせてもらったんで見てくれてると思うんやけどなんかその奇跡の共演といいますかねはいどんだけのそのメンバーの方が喜んでくれてるんかなっていうのも逆にそのおこがましいですけど僕思ってるというかなんか立ち上げメンバーやっかい言ったらはっきり言って。 元々まあ「モーニング・コーヒー」っていう曲でデビューすることになったけどその前は「俺入るから」っていうので「はっちゃん」っていう名前で勧誘する予定だっ,っ <laughs> はっちゃん」が入ってたら「モーニング朝からコーヒーいってないよねと」とプロデューサーの大越先生が言い出して「ラ明け方らっきょう」っていう曲を「あの <laughs> <laughs> 明け方にらっきょういってるよね」っていう大越先生の、まあ、センスの元とらせもらったした過去も全部ちょっとまたお会いさせてくださいぜひメンバーの方 <laughs> あの今回間接的にでもあのご一緒できて。 非常にジャーナルやったなってい思いがすごくあるんで <laughs> <laughs> はい、思い思ます。はい、まあそういうね嬉しいニュースも飛び込んできたりなんかして、うん、でですねあの前回の放送でも配信でもですねあのその次の日翌日に秋田でフェスがあるよっていうのをちょっとねちらっとお伝えしてたんですけど、はい、その話を今回ちょっとねできればなと。 思ってるんですけど、高橋優さんというですね、はいえー、シンガーソングライターの方がいらっしゃってもうめちゃめちゃ有名な方なんですけど秋田出身の方でで7年目って言ってたかな年一で、えー、フェスを開催してると秋田で、うん、で場所はこう毎年変わったりするんやけれども、えー、今回の城市というところでやらせてもらうということで、はい、秋田キャラバンミュージックフェス2024ということで。 まあ、基本的には音楽の方の方が多いんですけれども芸人も呼んでくださるということでですね初日はラパルフェ、はい、金太郎を、はい、とにかく明るい安村さんだははい、はい。すごくその盛り上がりそうなメンツで,で2日目がダシオさんというですねめちゃくちゃミスチルの櫻井さんのものまね上手い人なんですよ。うんめちゃくちゃもうほんまにマジで目閉じて聞いてたらマジで櫻井さん。はあ その方と僕とニューヨークの3組、うん、まあ割と渋いまあ前回も言ったんかなこれねメンバーは言ったかもしれませんがで行かしてもらったんですよでそこでまああのミュージシャンの方で斉藤和之さんはいはいずっと挙子平成ね聞いてくださってるということで俺これ言ったっけピューミノラカいこれは多分言ってない言ってないかはい俺雑談でまた喋るわぐらいにはいヒロちゃんに言ってたんが実は、はい <laughs> とてつけたような感じで言ってしまうのも大変失礼なんですけど斎 <laughs> 藤和義さんが僕のその TBS ポッドキャスト「虚子平成平成のことを語る独白する」というラジオ毎週聴いてくださってるんですいやーすごいっすねこれもうびっくりしました初めて聴いたのが34か月ぐらい前だその噂を聴いたのがはいはいで高橋優さんのラジオに出演されててその時に改めて聴いててまだ聴いてくれてんねやと思って。<laughs> でも本当に会うのがお会いするのが楽しみで,、うん、でがっつり喫煙所とかで喋らせてもらったりしたんですよもう本当にすごい一日になりましてでちょっと前にも「小わソニック」も出してもらってね本当にもう豪華なフェス経験させてもらってるんですけど、あのー、秋田空港に着いたのがね11時半ぐらい午前中ので羽田から行かせてもらって。 で僕出番3時半ぐらいだったんでですよ、はい、で秋田空港からその会場まで1時間半ぐらい車でかかるということででタクシー迎えに来てくださってて寝乗せてもらってっていうのででそここから長旅やなと思って1時間半かけて行くんかとか思いながらでもまあちょっと景色楽しんだりできるやんかはい、はい、で楽しみにしながら乗り込んで,で50代半ばぐらいの運転手さんやってん男性の。 ずっっと喋ってんのよ <laughs> これはちょっと雲行き怪しいなと思って俺も言ったらそんなちょっと寝れてなくて景色楽しむっちゅうもあるけれどもちょっとこうゆっくりできたらなと思いながら正直乗り込んだ。はい、ほんならいやー あのー、昨日もねって言ってその中秋田鉛ではい、はい、昨日も、あのー、あの人の金太郎さん乗せてって言ってこのテンションでもう永遠止まらへんほんでもう秋田がもうそのいろんな会場で今までやってるけど、うん、いいよねこういうのは <laughs> いいよねこういうのはもう街がこう盛り上がって活性化するからとか <laughs> 秋田小町食べた秋田小町 <laughs> あと新米で炊いた米でさ作ったあ,のあれ食べたっ,つって言って何だっけえー、っときりたんぽ。えー キリダンポ食べたとかもう秋田のことをもう全部知り尽くしてんちゃうかっていうぐらいずーっと言ってくんねんやんか最初の10分ぐらいは「あ外れだ!」って思ったんですよ。って思ったんですけどもう結果めちゃくちゃ喋りうまくて楽しくてなんかそのの後のフェスの。 自分のステージに響いたっていうかこのおっちゃんに負けてられへんなみたいな、うん、思えるぐらいもうパンパン入ってくるね <laughs> 脳にでもう楽しくてもうこっちから後半は質問したりしてはい、はい、もうほんまに飽きたこと全部教えてくれるわけよ、うん、でそっからわーっていろいろほんまにいろんな話聞いてくれる「じゅんてい」純やったかな 菜の花みたいなやつにこうジュレがかかってるようなやつとかおいしいとかいろいろグルメのこととかも聞いてでねあのそこからねアイドルの話がってライスボールさんっていう3人組のアイドルさんがいるとその中でアクアちゃんって子がいるんだけど僕ねその子が推しなのよとかハッハあハハとか言ってもうすんごい明るいからそうですかってほんと俺,俺もその頃にはもうも。う ね、秋田のこともう隅から隅まで教えてくれてるからはい、はい、もう興味津々ですそんなアイドルの人がいるんですねって「いいでライスボールって変わった名前ですね」たおにぎり」をモチーフにしてて特にねいい歌があってバラードなんだけど「お母さんが握ったおにぎりは何かあったかいよね」とか「そのお父さんが握ったおにぎりはいびつだけれども味があるね」とかそれがもうそれはもう。 みんな泣くよっ,つって「へえ<ー>そんな人おるんですね秋田に」つっ,ったら「違う青森」っつって「青森かい!」と思ってもう秋田の話し尽くして青森ゾーン入ったんです気づかず「青森それは」<laughs>「いや青森かい!」って「言ってくださいよ」って秋田の話と思って地続きで「聞いてるじゃないですか」とか言いながら「ああごめんごめん」とか言いながら。 であの実際に俺「俺俺さ」っつってオーディオの中に入れてんだよー言うて、はい、その曲、はい、もう爆音で <laughs> もうフェスなんですよ。あもういったらもう。<laughs> もう社内ミニフェスがはい、はい、タクシー社内ミニフェスがもう開幕しててさほ、はい、んで「いいでしょ!」言うて正直それも爆音やけどそれにかぶすぐらいおっさんの声でかいから。 大してて聞こえてけへんのよ <laughs>、はい、でも「いやいいっすね」とか適当なこと言いながらはい、はい、でもまあよかったすごくいい歌で他の歌も聞かしてもらったりとかして「うん、であのー、もう高橋優さんも好きだよね」とか言って「うん、で明日はきっといい日になるいい日になる」っていう歌があるめっちゃいい歌があるんだけどその歌をまた爆音でもう終わらないわけ <laughs> タクシーミニフェスは。はいはい <laughs> でももう僕とマネージャーおってんけどなんか3人でちょっとやんわり合唱みたいな、はい、あシータたい俺も知ってたから好きやったから。<laughs> <laughs> 明日もきっと <laughs>、ね、DJ DJ ドライバー DJ ドライバーすごかったよ DJ しながらドライバーしっかり二足のわらじ履きこなしてう <laughs> い,、はい、いい日になるいうておもうフェスが向かい明日もきっといい日になんてめっちゃいい歌やねんけど、うん、明日明日言うけど今日もまだ午前中なわけよ。<laughs> ないね、夜に来なかったっすもん、ね。そうやねまあフェスも始まってない現地でも行ってないわけやから。えー で、なんかマネージャーがそのコンビニでこんなんありましたとかで、バター餅っていうなんかバターが塗ってある餅なんやけどそれも,もうめっちゃおいしくてああそ,それだったらおいしい店があってねとかいろいろ教えてくれてで、新子餅っていうなんか赤服みたいな餅があんねんけどそれもおいしいとかで調べてもうほんとにいろんな教えてくれてもう1時間半後フェスの会場のしろし着いた時もうぐったりなのよ。で、もう最後のね 多分しっかり無呼吸も出出たと思う疲れて疲れてさでもまあもうこっちは別に喋ることもなくうわーって教えてくれるからそれに合図中って「うん、そうなんですか」言うてほんでもうこのおっちゃんのことは絶対にこのフェスの時間ネタ時間15分頂い,いてねんけど。うん もうもらうしかないなと思ってこのエピソードも今しゃべったようなことをこうフェスのステージでこうしゃべったりとかしたらもうお客さん結構足元悪くて雨降ってたんよ、うん。でも舌土やからもう靴も汚れるしみたいななかなかうつ履いたりとかレインコート着たりとかしてうわーって盛り上がってくれててさめちゃくちゃあったかかった本当にほんまに。ね やっぱ怖がってたんよやっぱ過去学、はい、祭とかフェスとかでなかなかいい結果出,出せてないからさうどうなんやろうと思ってたけどやっぱ最初にちょっとこうそういうタクシーのおじさんの話したりとかはい、はい、事実ベースの話することによって、まあ、後半はアンパンマンの話って言っていつものこの架空マンでもやったんやけどそのアンパンマンを最初のそのおじさんの話とかわーって盛り上がってくれたほどはやったけどでもなんかいつもよりしっかりこう聞いてくれてるなって感じがあって笑いも。 あって、いい感じでで、おじさんの話したもんやからもう俺さタイムキーパー全然できてなくてはい、はい、もうアンパンマンの話終わってそっから僕さらに45分の話しようと思っててんけどいいいいパッと袖見たらもうこうなってて。<laughs> もう時間あの <laughs> いいいいっっぱぱですみたいないいいいえー、もうですかみちょっと土壇場でタクシーの下りとか足してもうたから<ー>ちょっと狂ってもうてて「あすんません、うん、でもこれほんまにもう無理ですか」みたいなというのも僕のステージの後休憩時間やったからはい、はい、ちょっとやらしてもらえるのかなとお客様あったかかったてて、はい、んけどそのそれの人はこうやってこう申し訳なさそうな顔しながらこうやってバツ出してて「はいはい、あもう15分ですかいやすんませんお客さんまた僕そこら辺 夜までうろうろしてるんだよってその日、泊まりやったんでもう最後まで絶対見ていく予定やったからあのうろうろしてるんでよかったらあのネタやってくれよ言うたらなんでもショートネタやりますんでみたいな調子いいこと言ってさ実際にやられたらおいと思うくせになんかこう気持ちも乗っててさ楽しいもんやから言ってくださいよどうもわしたとかで調子いい感じで終わってさ袖もろってすんませんでしたみたいな時間あの21分ですって言わてだいぶ多めに見てくれてたって。 感じでしたそれぐらい本当楽しかったからなかなかね、えー、時間収まれなかったっていう話なんですけどで僕のステージ終わった後にもうそっからはフェス楽しめるわけですよはい、はい、で斎藤和義さん40分のステージー全部見させていただいてはい、はい、でちょっと今後ね斎藤和義さんの僕の大好きな歌そこで聴いた大好きな歌もちょっと PUMI ーーで紹介していきたいんでどの曲とは言わないんですけど僕めっちゃ大好きな歌があってこれを、うん。 生ででけたんですねう,ーんうわーってなってでねあの「今日はおうちへ帰ろう今日は歩いて帰ろう」だったりとか「ずっと好きだったんでそれ相変わらず綺麗だねとかでもう本当に歌うたいのバラッド「うん、今日だってあなたを思いながら歌うたいは歌うよ」もうずーっと昔から聴いてたこの曲生で聴いて。 泣きました <laughs> はい、またいつものね、その映画館とかいつもその外で泣いてしまうときにありがちなんですけど、はい、この横一列になってるときに泣いてしまった僕ちょっとこうなります後ろにこうなって、こうそう、こう吹いたらもう完全に泣いてるとバレるんでやっぱり、もちろんね泣いてる人もいっぱいいるわけですけど、うん、やっぱり、はい、やっぱり恥ずかしくて、うんこう ああやべえと思って <laughs> 福井やけどもブワー,ー出てくるわけまだまだ <laughs> もうたまらんかった本当に感動してでその後喫煙所で斎藤和義さんとタバコ吸いながら髪巻き座るんですよ <laughs> で僕も髪巻きなんでこうやって2人で喋らせてもらいながらこれほんま夢かと思って夢かうつつかですよ本当にもう本当信じられない状態でそっから喋る斎藤和義さんの会話の89割 下ネタやったんですよ。<laughs> えー、ここではねちょっともう<い>斉藤和義さんのもうプライバシーの保護のために言いませんけれども<い>割とな下ネタをそのおっしゃっててこっちにスタッフの男性がいらっしゃったりしたんですけど、えー、そのびっくりしました本当にあの僕ほんま言いましたもんその初対面やけどしかも挙手平成聞いてくれてるっていう斉藤和義さんにあの感動返してくれと。<laughs> 僕泣いたんですよと。歌うたのバラッとで生で聴けて「泣いたあの感動をマジで返してください下ネタしか言うてんやないか」って声張り上げたんです狭いテント作られた喫煙所の中で斎、はい、藤和枝さんがボソッと「ごめんなさいね」って僕は下ネタ言わないと黙っちゃうんですよどんな人間なんですか <laughs> どんな聞いたことないんでし下ネタ言わないと黙っちゃう人。 いやーほんまに楽しかったっす <laughs>、うん、でです最後、一番大鳥もちろん高橋優さんのステージ、はい、1>, 1時間近くあってですね、うん、もうがっつり見させていただいていや本当にちょっとステージとしてのなんというか気概というか魂今日来てくれてありがとうって気持ちだったりとかこの瞬間だけでも忘れてくれって思いだったりとか。 自分に対して拍手しようよだったりとかそういうエール的なことだったりとかああいう魂をあんなにお客さんの胸の中に届けることできんねやってこれきれいごと抜きでマジで思ってんんすごかった本当にそれは本当にそのどういう曲をどういう流れでどういう順番で。 歌うかとか、とそもそも選曲もそうだし合間にしゃべることだったりとかこの曲はこういう思いで作ってるとかっていうのを曲の後に言うのか前に言うのかとかそういう緻密な計算によってでだと思うんですおそらくそれによって本当にとんでもない1時間のステージになってて。すげえもん見たなってだから自分が その日の日夕方にステージに出て21分やってすいませんって言ったことなんでもうちょっと半分忘れてるようなぐらいもうフェスを自分で自分自身の中に落とし込んで楽しんでたっていうか自分で来たみたいなお客さんと来たようなしてきたような気分になっててね最高だったというフェスの今回は本当にそういう刺激を受けたという話でございまして。 今日僕ちょっと忘れておりました、はい、リクエストソングがあるんで、はい、あのそれを言わなきゃいけなかったです一番最初に。<laughs> <laughs> なのでリクエストソングそして自分の紹介曲とちょっと曲が続く形になってしまいますが、はいはい、それではちょっとリクエストの方をね えー、思い出ソングの方をちょっとご紹介していきたいなと思うんですけれどもこれもね巡り合わせでねお名前祭りフェスさんからいただきましたフェスの話してる会に祭りフェスさん最高でございますね <laughs> リクエストさせてください「<laughs> ボーイズガールズ」ボイガルザ・ボーーイズガールズガルさんですねの「パレードは続く」という歌たまたま聴いてああ人生は続いていっちゃうんだなと思った曲です 続いたた人生の先ででピンクさんに出会えてラッキーでした本当にビッグラブ <laughs> 9月下旬にあるボイガルのライブのドレスコードがボイガル以外のグッズなので先ほどピンクスカートの T シャツを注文しましたということでお<ー>僕の澤部さんでやらしまたツーマンで出させてもらった物販のグッズの T シャツをありがとうございます。うん 僕ちょっっっとこれれ読んんででややらたたな思ったんですよやっぱり世の中まだまだやられてないことってあるな思ってボイガルさんのドレスコードが自分たち以外のグッズはい、はい、おもろいよな、うん、めちゃめちゃ楽しいやんお客さんはい、はい、他の人の T シャツとかトレーナーとかみんのはい,、はい、いやこれなんだなろうミュージシャンの人では割とあることなのよかもしれないけど、うん、芸人では考えられへんまずドレスコードがあるライブなんてほとんどないわけで。はいはい いや、なんかいいなぁと思いましたねしかもこのパレードは続くという曲おそらくライブの最後に歌ったりしたらめちゃくちゃ盛り上がるんだろうなっていうような曲で、はい、めちゃくちゃ良かったですちょっとね歌わせていただきたいと思っておりますいい歌でした,なん,た、ね、なんかこうスッと入ってきたメロディーもねなんかこうスッと割といつも結構ね覚えるのに時間がかかったりすんねんけど割と早かったです歌わせていただきます ということで、ザ、えー・ボーイズ・ガールズさんのパレードは続くです。今よりももっと優しくなれたら話したいことがあるよ今日よりももっとずっと寒い日に話したいことがあるよ。 涙よりもっと優しくなれたら伝えたいことがあるよ言葉よりもっとずっと届くもの歌いたい歌があるよね君には何が見えてたの聞きたくないけどねえ僕には君が見えてたよ 「ただそれだけだよそれだけだよ」「パレードは続く」「雪虫が飛ぶ街を歩いた」「パレードは続く」「雨は上がってた」「パレードは続く」 明日からまた頑張らなくちゃ。パレードは続く聞こえてくるのは君の歌っていう歌です。ちょっとね。あの覚えたてで下手くそでございます。けれどもめっちゃいいよね。最後っぽくない。これ、はい、めっちゃ最後やんね。はい、最初に歌うというよりかは最後になんかね。まだまだこう。人生続いていくんやなっていう気持ちになった。 そんな松井さんの気持ちもわかるような素敵な歌でございましたありがとうございますね楽しいんですよこれだからこうやっていい歌に出会えるからねありがとうございます本当にあと2名かな今のところ思い出ソングございますんでまた徐々に歌っていきますんで楽しみにしておいてくださいねそしてここからちょっと歌連続になりますけれどもさあということでございまして、えー、すいません途中で動画がプッツと 切れてしまったわけけなんですけどもちょっとですね、途中からの、機材トラブルの方で、途中からちょっと取り直さなきゃいけないことになり、えー、この歌の紹介のパートだけですね、今これ僕一人でカラオケボックスに来ておりましてですね、ジョブユキちゃんもいません。えー、ちょっと事情でね、えー、歌だけ僕一人で歌い上げたいと思います。ちょっと申し訳ございませんね。えー、満喫で歌って、えー、終わりたいと思いますんで、 えー、ちょっと寂しいですけれども、今日はですね、えー、紹介したいのはですね、秋田キャラバンミュージックフェスで、えー、主催されてた、僕を誘ってくださった、高橋優さんの、本当の気持ちという、えー、歌なんですけど、僕本当にこの歌、ずーっと大好きで、聴かせてもらってました。で、2011年に発売された曲なんですね。で、僕ですね、大阪から東京に上京してきたのが2012年で、 で、上京してきて間もない頃2013年ぐらいだったと思うんですけど、ジョフィー・ランデブーさんという弾き語りやられてるミュージシャンの方がいて、えぇ、ー、知り合いにならしてもらってですね、その音楽とお笑いが合同のライブというのに誘ってもらったんです。それがですね、高田の馬場にある四ツ谷天窓というライブハウスやったんですけど、そこにまあ喫煙所があってそこにタバコ吸ってるときに、 この高橋優さんの本当の気持ちという歌のポスターがでっかいやつがドーンと貼ってたんですでへえと思ってここで多分四谷天窓でライブとかされてたんやろうなっていうのをふわっと思いながらでそのライブの帰り道にポスターで初めて見た高橋優さんの本当の気持ちを携帯で聞いたんですよねめっちゃええ歌やんってなってそっからずっと大好きなんです だからもうポスターで初めて知って聴かしてもらったという、まあ、そういう思い出がある歌、本当の気持ちという歌、えー、ちょっと僕のねこのスマホで撮ってるんでそのいつもスマホで歌詞見ながら歌ってるんですけども今回、あの全部、えー、この <laughs> ルーズリーフにこう歌詞を書きましてです、ねまあ、僕、本当に小さいね字でねもう自分しか分からないような字でいつも。この 漫談もこういう字で、ね、書いてるんですけれども、えー、これを見ながらですね、えー、全力で歌わせていただきたいと思います。ということで聞いてください、高橋優さんの本当の気持ちです階段の片隅に座りうずくまるあの人に何があったんだろういったい何を見てきたんだろう 人混みの中で睨み合う男女の間に何が起こったの?」「一体どんな事情があったんだろう」「いつか僕を呼び出した先生が怒鳴ってたその真意はどんなだったろう」 一体僕は何をしたんだろう」「目の前で満面の笑みを浮かべて握手してるこの人は誰だろう」「僕は今どこで何をしてんだろう」「あ <noise> あ<楽> <music> 事の真相は何にも」「わかってるようでわからない」「それでもどうにか生きていかなくちゃならない」 知ったかぶりなんてできない。でも知りたいこともあまりない。ただ一つ確かなのは僕の気持ち。君が好き。君が好き。その声を枯らしてまで。 その命削らしてまで見つけ出したいものがこの間この世のどっかにあってそれが何であり試行錯誤し傷つけ癒し合う僕らの今日テレビの中で怒鳴り合っているあの人たちに何があったの 一体どんな事情があったんだろう少し気まずくなってた友達に今電話したら何を言われるだろうそして僕はなんて言うんだろうチャンネルを変えたら不気味に笑う人たち何がおかしいんだろう 僕らは何を怖がってるんだろうあの時君がくれたキスにはどんな思いが隠されていたの今君はどこで何をしてんだろう oh, oh. 知っているようで知りえないそれでもどうにかこうにか生きていかなきゃならない疑ってばかりいられないでも信じれるものも少ないただ一つ確かなのは僕の気持ち君のその声聞かしてよ信じれるものがそこにあるよただ一つ確かなのは今この時 君が好き。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 ね。ちょっと、飲ませてください。 ちょっジ、ね、これ神社やるんですけれども、ちょっと途中ね、えー、ミスもしましたし、あのー、ちょっとこう時間の都合で間のちょっと歌詞を、ね、カットさせていただいているのもちょっと申し訳ないんですが、まあちょっと僕の歌唱力じゃねなかなかちょっと伝わらない部分があるかもしれませんので、ぜひご本人の高橋優さんの本当の気持ち、聞いていただければなと思っております。いや本当にね世の中 その、知ってるようで知らないことっていっぱいあって、この二人はどういう状態なんだろうとか、テレビの中に映ってるこの人たちはどういう気持ちでどなり合ってるんだろうとか、いろいろ想像するんやけど、本当は別に知りたいことなんてそんなにないと。でも今、いろんなことがわからないけれども、でも今確かに言えることは君が好きなんだという気持ちという。えー、あんまりこの、ピューミで、君が好きとか、そういうなんかこう恋愛の歌を、 歌うことってなかなか、そんなに、まあ、なかったことは全然ないんですけれども、なかなか少なかったので、結構貴重な回なのかなと思っております。はい。ということでございましてですね、えー、ぜひ聴いていただければと思います。ということで、92回目のピンクルークミュージックでした。ありがとうございました。